イングランド用アメリカ、後に、イギリス領アメリカは、イングランド王国及びその後進の、クレートブリテン王国が1607年から1783年まで維持した、バミューダ諸島を含む北アメリカ、中央アメリカ、カリブ海地域、ガヤナにおける、王領植民地。1776年に、大西洋沿岸の13植民地が独立を宣言して、 アメリカ合衆国を建国するまで、北、アメリカにおける英領植民地の正式名称は、英領、アメリカ及び英領西インド諸島であった。その後、北アメリカ大陸において、イギリス領に残った植民地は、英領北アメリカと呼ばれた。英領北アメリカという名前は1783年に初めて非公式で使われたが、 1839年のダラム報告まで使われることは稀であった。英領アメリカは1763年に7年戦争を終わらせたパリ条約で大きく拡張した。1775年のアメリカ独立、戦争勃発時点でイギリス帝国はヌエヴァ・エスパーニャの北と東に20カ所の植民地を所有していた。1783年の パリ条約により西フロリダと東フロリダがスペインに割譲され、続いて1819年のアダムズオニス条約でアメリカ合衆国に割譲された。西インド諸島以外でイギリス領に残った北アメリカの植民地はニューファンドランド植民地を除いて1867年から1873年までにカナダ自治領に再編され、ニューファンドランドは 自治領に再編された後1949年にカナダに加入した。1606年から1670年まで、ジェームズ1世、チャールズ1世、イングランド共和国、チャールズ2世の直去により、北アメリカの先住民領で、いくつかのイギリス植民地が成立した。その最初がバージニア会社によるジェームズタウンの集落であり、会社の投資者は、 植民地建設への投資で利益を上げようとした。当時、バージニアではすでに約1万4000の先住民が住んでおり、彼らはイギリス人をジェームズタウンから他の場所へ移住させて連邦の一員になることを期待していた。そして実際、植民者であったイギリス人とドイツ人の一部はポーハタンに参加した。初期の植民者はインディアンから舞踊、宿園、 タバコによる儀式で歓迎された。イギリスは1775年時点で北アメリカに植民地を20カ所維持していた。1、アメリカ合衆国の建国時点の13植民地に1763年に獲得したが後にスペインとアメリカに割譲した植民地と領土。これらはすべて後にアメリカ合衆国に併合された。3、後に カナダ領となる英領植民地と領土。夏季の植民地は1783年以降もイギリス領に残った。ありがとうございます。